はい、皆さんこんにちは。今日はね、今大阪府羽曳野市っていうところに来てまして、こっからね、大使のインターってところまでちょっと今ね走っていこうと思ってます。で、今日乗ってんのがこの UD トラックスのクオンですね。で、グレードはカスタムなんで、まあこういったとこ革だったりね、こうウッドパネルみたいなね感じな仕様になってます。はい。で、結構ね、ツイッターとかで言われてるんですけど、まあこのトラックってオートマがね、やっぱ賢い、エスコットいいねってまあいう話がねよく出ます。まあ実際どうなのかっていうのを、まあちょっとね、今アップダウンのあるちょっとね道走ってくんで、この四軸低床でねちょっと走っていきたいと思います。で、ここを左に曲がって、どうでしょう、今4速5 7、うん、やっぱねスキップも勝手にしてくれる。やっぱ最近のこのオートマチックってこうシャドセンサーがついてるんで、あれですね、やっぱ賢いですよね。シャドと荷物積んでる積んでないっていうね、その重量センサーもついてるんで、で今は空車なんでね、多分結構スキップさせても大丈夫ってことでね、こういう感じで変速したんだと思います。道細くてこう路中が多いっていうね。で、結構こう標識がねこう飛び出てたりとか、まあ草がね、こう草とか枝がこう飛び出てたりとかで、結構ね大型走りづらいです。で、今日これね普通にはウィング車なんで箱があるんでね、あんまりこう新車なんでちょっとこうね寄せないで、こうね真ん中ちょっと走る感じで行きたいと思います。はい。で、今はねこう8速から9速で、ここでリターだと、これ排気がね4段あるんですね。まあなんで非常にね効きますよ、排気も。で、2段、これ2段、3段、これで4段。あ、4段だとこうね勝手にこうダウンするんですね。キックダウンみたいなね、ダウンしていきます。じゃあちょっとね排気切って、ちょっとね、まあね、この非常にね、うん、やっぱりでもね、自分日野のプロフィアハイブリッドのオートマ、まあオートマっていうかハイブリッドってこうオートマしかないんですけど、またねこう普通のプロフィアのオートマとは違うシフトというか、ミッションを使ってるってことで、まあ乗ってたんですよね。うん。やっぱ比べてもね、こっちの方がね、変速のこのタイミングとか、このね、変速のない感覚っていうのがないですね。非常にね、こう、もう乗用車感覚で運転できるっていう。で、まあ、ほんと内装もね、このクオンの新型っていうのはこう質感高くてですね、まあ、オーディオなんかもこの、プロフィアのね、ハイブリッドも、最近のまあハイブリッドっていうか、まあ、日野もそうなんですけど、このね、Bluetooth で、こう、接続できるオーディオになってまして、まあ、それでハンズフリーホンとかね、オーディオとかもね、接続できるタイプにね、変更になってますね。で、このヌットパネルでもね、非常になんかね、まとまってるんですよね、デザインがね。で、シフトレバーはこれ、ボルボの、ね、ボルボの FH と同じものですね。まあ、FH じゃなくても多分、ボルボのトラクター、多分全部同じかもしれないですけど、うちはトレーラージャパンさんってあるじゃないですか。で、グループで使ってるボルボがあったんですけど、まあ、同じね、このシフトレバーでした。まあ、なんで、この辺はね、ボルボのね、技術で、多分ね、こう言ってるんでしょうね。で、エンジンもボルボ。で、ミッションもボルボ。で、この方からは、ブレーキもディスクブレーキになってるっていうんでね、ちょっとこう、ホイールも、ハブのところがね、こう、センターキャップのところがなんかちょっと違うんですよね。こう、やっぱ畑が多いから、こうね、路中が多いですよ。で、やっぱね、ダンプトラックとか結構ね、多く通るんでね、ちょっとそこはね、慎重に行きたいと思います。で、こう今、坂、この急速のまま坂登りかかるとどうだろう。あ、登ってく？これ多分実車だったら一段落とすんでしょうね。うん、急速でもう登りきっちゃいますもんね。あ、登りきる、登りきる。おー。これ排気量どれぐらいなんですかね？ 1 万 cc ぐらいなのかな？ちょっとね、調べてないんであれなんですけど。まあ、プロフィアのハイブリッドが9000なんで、やっぱりね、で、不走のスーパーグレートも1万なんですよね。最近のシフトパイロットついてるやつ。だ多分1万 cc ぐらいだとは思うんですよね。で、ハイパフォーマンスだと1万3000とかになるんですけど、昨日の場合は。多分 UD だと多分1万とか、それぐらいだと思うんですけどね。まあ全然苦にならないというか、もう本当にこう取り回しやすい。
で内装も自分すごい好きなんですよね。このクオンってこのここにこの保冷のねカップホルダーみたいなのがついてて、これでホットクールとかね切り替えができるんですよ。まあ、なんで冷たいのとあったかいのとね、こうどの季節でもオールマイティに使えるっていうね、そういうカップホルダーですよ。はい、まあそんな装備がついてて、でハイルーフもね、まあ、今でこそ日野とかね、まあ、あの新しいギガとかね、あの高いの出ましたけど、それまではねもうこのこれハイルーフなんですけど、もうクオンがねダントツに高かったですもんね。まあそんなのもあって、まあ、結構ねあのドライバーさんはクオンね変えてほしいなって、クオンにしてほしいなっていう声結構聞くんですけど、まあ言ってる意味がねよくわかるというかね、ヘッドライトもこれ LED だしね現行はね。まあそんなのもあって非常にねこういいですよ。でここから大使ちょっとね乗っていきたいと思います。で大使インターから南ハンナっていうのを乗ってね、ちょっとあの24号線の方ね走っていきたいと思います。これもねちょっと賢いですね。これ補助ブレーキは適切なレバー位置でっていうね、こう補助ブレーキ入りっぱなしで走るとなんかああじゃねこうじゃないっつってね、結構あの安全装置っていうかまあインフォメーションがね働きますね。でここを右に曲がります。うん、やっぱ急速で上がっていくもんな、結構ね細い道ですよね。あここで変速ダウンして6速、一気に3段飛んでますもんね。これ日野はこういう飛ばし方ない気がする。うーんでここで6で止まって4で、これ何速発進するんだ、4速発進するのかね。これ一応ドライブの4になってますけど、はい、行きます。フィルターアシスト解除されますっつってね、見てなかったメーター、おー今7速、ちょっと踏み込んでみましょうか。あ、キックダウンできます。7速8速、あー早い。でここで大阪左ってこう無理やり行くんですね、大阪方面はね。で私は橿原方面に行くのでここを開けて、これをやんないといけないですよね。さあじゃあはい走ります。ちょっと加速してみましょう。おー7速、一気に7速、やっぱこれちゃんと賢いな。ちょっと怖いですねこれ。でこれハザードがねこのクオンはここにあるんでね、これがやっぱりやりやすいですよねトラックはね。このね左側のねもう10速ちょっとこう緩やかな上りなんですよね。10速おー早い早い、うん、やっぱ上りだからずっと引っ張りますね。10速で1500回転ぐらいまで、でここから11、あーやっぱ賢い、変速がファンファーンっていきますもんね。これがねあの日野だとウーンカチャンブーンってかね、ちょっとこううーんって感じで、もうちょっとね日野はあのねシフトのね開発に力入れてほしいなって個人的にはねちょっと思ったりしますね。まあ、でも非常にこれ質感高いですよ。乗り手だったらクオンいいですよね。でやっぱりこうトラックで分かれるのが、まあ、日野とかだとこうちょっとこうウォークスルーできる、まあちょっと難しいですけど、ここが結構ガランとしてるんですけど、あのスーパーグレートとかこのクオンは結構こう囲われてる感があってね。でギガがねこうなんかちょっと間っていうかね、ちょっとこうなんかね中途半端っていうか、あのその間に位置する感じなんですけど、本当このクオンとスーパーグレートっていうのはこう囲われてる感があって、非常にこうね大きいトラック乗ってるっていうね感じしますよね。でこの辺のスイッチもね結構こうステアリングスイッチもかっこいいし、ちょっとね危ないこういうね故障車がいますんでね、気をつけて走行しましょう。で戻ります。でここからね奈良県に入るということで、まあ、大阪と奈良をねこう南の方でつないでるような道路ですね。南ハンナっていうんですけど、もう自分現役のドライバーの時代はここ走ったこと一度もなかったですね。うん、まあ走っても京奈和道とか、ね、走るぐらいで、
この南阪などってのはね使ったことないですけど、まあ今回ねちょっとね今使ってみました。まあこんな感じですよ。ああ乗りやすい、でも快適。今ね12速でだいたい70キロぐらいで回転が900回転ぐらいですかね。賢い。でこれ1段ボンって入れれば12速入るし、これ入れないと多分ニュートラルで引っ張るっていうかね、ニュートラル走行なんですね。これちょっと今下りだし、さあ行きますよ、ニュートラルで。これはまあ不走なんかもね。でこれちょっと多分今車線認識読んでこうね今光りましたけど、でこれで多分今こうね12速で軽くこう排気が入ってる感じ。はい、まあでも快適だな、一発排気入れてね、さあ行く感じですよ。乗り心地もいい。いやーこれいいな、本当に快適。屋根高いし、でスピーカー4つついてるし、本当年々トラックはすごいですよ。ほらね、結構びっくりするもん音。まあこういった安全装置がついてますっていうことですね。もう少しね南半の終わるかな。でこれねまた排気ブレーキ入れっぱなしだと補助ブレーキ切ってくださいって出るっていう、まあ運転指導もしてくれるっていうね。やっぱりこう正しいトラックの乗り方って案外に分かんないじゃないですか。まあ排気実際入れといた方がなんか安心っていう人もいますしね、走りながら。でも実際はこうやってね、排気っていうのは補助ブレーキだから走ってる時入れっぱなしちゃいけないよっていうのをね、こういった時に気づく人もいるわけで、まあこういったアナウンスはね非常に正しい運転っていうものを学べていいかもしれないですよね。あとアクセルもね踏みすぎるなとかね、結構そういうの結構こう出るんで、これはすごいなと思いますよ。でも今こうメーターも白基調でね、こういう自発光式みたいな当たり前ですもんね。と進化ってのはすごいですよ。でここに道の駅葛飾ってのがあるんですよね。でここ下行くとね道の駅で結構新しいなんかね道の駅みたいなのがあるんですけど、まあちょっと通り過ぎていきますね。もう一段、ああ強力、音違いますもんね。このね排気4段はいいですね。排気っていうかリターダも含めてだと思うんですけど、もう一段入れるとあんま変わんないな。でもう一個入れると多分ねシフト変わるんですよね。一段下がるんですよね。で抜いてエスコットロールって出ましたけど、なんなんですかねこれ。ニュートラルのことですかね。このニュートラル走行エスコットロールっていうのもちょっと分かんないですけど、はい、で一発排気で12段気持ちいいねこの道ね。でもう少しで南半などがねここまでってなってるんで、これもう終わっちゃうんですよね強制的にね。終わってこれが国道なんだっけな、国道300何号線とかだったかな、確か361とかなんかそんなようなので、でここから2車線なんですね。いやー快適だな、トラック楽しいっすね本当に。こうかっこいいハンドルが、これねちょっとコンビハンドルみたいだしね、なんか革がねここ色変わってておしゃれですよ。やっぱりねこう革のハンドルいいですよね。最近あのうちもスーパーグレート不純油本体もプレミアムライン結構導入してるんで、プレミアムだとねこの革張りのハンドルになるんで、やっぱこうしっとりしっとりしてこうねグリップがしっかりしますよね。ウレタノだとなんかねツルンツルンしてねちょっと危なかったりするんですけど、これだと本当非常にしっかりする、いいですね。で結構やっぱ奈良ってこう道がねやっぱり場所場所で本当混むんですよね時間帯で。でまあ本当に24号線なんかももう時間帯でピタッと止まるんでね。でもう裏道以降にもまあトラックだったらもう絶対行けないし、乗用車でもちょっと躊躇するようなね裏道結構狭いのしかないので、なかなかね運転はね慣れてないと結構ね時間読み間違えると到着こうね目的地まで時間かかりますよ。まあねそういうね場所ですね奈良ってね。でもね住んでみてやっぱ思うのは、非常にこう歴史的な建造物が多いので、まあそういったのをね結構間近に走って、まあ普通に何の用もなく走ってても見れたりするんですよね。まあそういったので結構こうああいいなーってね気が休まるってわけじゃないですけど、なんかね気分が良くなりますよ。どうなることやれですよね。いやーでも下下っとこれ、ね、乗り心地いいなー本当で、ここ降りてくださいってことなんで、ちょっとね日野と排気のねレバーの方向が逆なんで戸惑いますけどね。たまに乗ると日野は確か下に下げてくんで、こうね不走もそうだけど不走という威力を上に上げてくるんですよね。
多分外国の会社のあれなんですかね、会社のこうシフトみたいななってるんですかね、わかんないですけど、はい、でここから24号線に入ると、まあねそんな感じですね。はい、どうでしょう、まあねちょっと高速とねこうちょっとワインディングじゃないですけど山道みたいなのをねちょっとこう乗ってきましたけど、どうでした、非常にやっぱり賢いですよね。まあでも本当もう年々こうトラックっていうのもオートマが当たり前になってきてまして、でそのオートマね今までの懸念っていうのはやっぱりこう燃費が悪かったわけですよ。でそういった燃費も実はマニュアルよりオートマの方がいいぐらいになってきてまして、まあそんなのもあってかやっぱねこう営利団体なんでね基本トラック入れる団体っていうのは、なんでまあオートマで燃費になったらじゃあオートマ入れようかっていう流れにはねなってきてますね。ただ一方でやっぱ整備性が良くなかったりとかねそういうのがあるので、そこを嫌う、まあ、自社整備でやってるところなんかはちょっとねオートマ嫌ったりしますけど、まあでも本当いいなと思いますね。はい、まあねこういった感じのねちょっと動画ね久々に撮ってみました。またねいろいろ企画して撮影しますので、お時間ある際ご視聴いただければありがたいです。それでは次回までご覧いただきありがとうございました。失礼します。